ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は好きなものを好きなだけ食べても太らない方法ベスト7を紹介します。好きなものを好きなだけ食べても太らないと聞くとそんなわけあるかというふうに感じる人も多いのではないでしょうか。しかし実際にはですね、このように好きなものを好きなだけ食べても太らないようになった人ってのはたくさんいるのが現状なんです。実際ですね、私が提唱する食欲コントロールを身につければこのように自分が食べたいものを満足するまで食べても太らないようになります。今日は好きなものを好きなだけ食べても太らないためのポイントとそのために具体的にやるべき行動をランキング形式で7つ挙げて解説します。太らないようにいつもカロリーを気にしている、どんだけきつい時でも運動を頑張ってカロリーを消費するようにしている、このように常にカロリーを気にして頑張っているのであればぜひ動画を最後までご覧ください。では早速内容に入ります。まず好きなものを好きなだけ食べても太らないためのポイントについてです。大前提としてですね、ここでいう好きなものを好きなだけ食べても太らない状態っていうのは体に良くないジャンクなものをどれだけたくさん食べても太らないようになるかっていうとそういうわけではないんですね。そうではなくて我慢して意図的に調整しなくても適量で食事が満足できて、そしてジャンクなものはそんなにたくさん食べたいと思わなくて外食や旅行などで多少食べ過ぎても太らないような状態、このような状態を指します。もう少し言うとカロリー計算や禁止食品、意図的な調整などをしなくても太らないような状態です。そしてこうしたですね、好きなものを好きなだけ食べても太らないような状態になるためのポイントってのは主に3つあります。好きに食べても太らないためのポイント、1つ目は脳を正しく働かせる。自由に食べても太らないためには脳がしっかりと働いていることが大切になります。なぜなら脳が正しく働いていると自然とですねジャンクなものを食べ過ぎてしまったり必要以上に食べ過ぎてしまったりすることがなくなるからです。例えば寝不足なので脳が疲れていると食後などでもうお腹は満たされているから食べなくていいっていうふうに分かっていても抑制が効かずに食べ過ぎてしまう可能性が高くなります。他にも味が濃いものなど脳への刺激が強いものを日常的に食べていると脳の報酬系と呼ばれる部分が暴走して異常な食欲が出てしまいますし、血糖値が下がりすぎると脳の食欲中枢が刺激されて食べ過ぎを招くことにつながります。逆にですね、脳が正しく働いていると食後に何か余計なものを食べたくなったりとか、あとは異常にこうラーメンとか菓子パンとかですねジャンクなものを食べたくなったりとか、そういうふうなことが起こらなくなるんですね。このように脳ってのは食欲にもろに影響しており、脳の働きが悪くなっているとジャンクなものを欲したり必要以上に食べ過ぎたりすることになるんです。なので好きなものを好きなだけ食べても太らないようにするためには脳を正常に働かせるってことがめちゃくちゃ重要になります。好きに食べても太らないためのポイント、2つ目は脳と胃のミスマッチを防ぐ。食欲にはですね、今話したような脳だけでなく胃というものも大きく影響しています。そして脳と胃の情報がですね一致することによって自然とですね食事っていうのは適応で満足できるようになるんです。具体的にはですね、脳が感知する血糖値と胃に入る食べ物の重量、この2つの情報によって食欲っていうのは決まります。例えば野菜ばかりを食べていると胃にはたくさん食べ物が入るんですけど血糖値は上がらないのでミスマッチになります。そうなるとですね、なんかお腹には物がたくさん入ってるんだけど脳では血糖値が上がってないので物足りないというような状況になって、お腹が張ってるんだけど甘いものを欲するというような状態になるんです。逆にジュースなどを飲むと血糖値は上がって脳は満足してるんだけど胃が刺激されてないという状態になって、これでも脳は混乱して食欲が乱れる可能性があります。その一方でですね、ちゃんと血糖値も上がる、胃にも物が入っているっていうような状況で脳の情報と胃の情報がマッチすると食欲っていうのは落ち着きやすくなるんですね。このようにですね、食欲には脳と胃っていうのが関係していて、それぞれの情報がマッチすることによって適量で満足できるようになるっていうことを知っておいてください。好きに食べても太らないポイント、3つ目は体の声を聞く。脳が正しく働いて脳と胃の情報がマッチした後は体が発する声を聞くことが大切になります。脳や体の状態が正常で栄養バランスが大きく崩れていなければ体に必要な適量ってのを知らせてくれるからです。例えばですね、食べ過ぎた時ってのはもう体に十分なエネルギーが入ってるからもう食べなくていいよというような感じで満腹感を作って知らせてくれるんですね。こうしたですね、体の声に従って食べていれば基本的には食べ過ぎることなく太らないんですけど、このですね、体からのサインを無視して食べてると太ることになるんです。例えばですね、お昼はカフェに行ってスイーツをたくさん食べてお腹が空いたように夕食は用意されたからといつも通り食べる、前日に飲み会でたくさん食べ過ぎて朝からお腹が空いてないのに朝食を用意されたからいつも通り食べる、お昼をしっかり食べてお腹が全然空いてないのにお菓子を勧められたから食べる、このようにですね、体の声を無視した生活を続けていると当たり前なんですけどカロリーオーバーになって太ります。もちろんですね、寝不足や低血糖なので脳がですね、正しく働いていないと体も正しい声を発してくれないので何よりもですね、脳のケアっていうのが優先です。
ただですね、人間の体にはですね、本来必要以上に食べ過ぎないように調整する機能が備わっているんですが、割とですね、この体からの声を聞くということを意識できてないばかりに食べ過ぎて太ってしまう人は多いので注意するようにしましょう。さて、ここまで話したようにですね、好きなものを好きなだけ食べて太らないようにするためには脳を正しく働かせる、脳と胃のミスマッチを防ぐ、体の声を聞く、この3つが重要になります。そこでここからですね、これら3つを達成するために意識すべき行動をランキング形式で7つ紹介します。食欲が乱れていて意識できてないものがあれば明日から取り入れるようにしてください。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法、第7位、一口30回噛む。噛むという行為はですね、我慢しなくても適量で満足するためにめちゃくちゃ重要になります。噛むことで脳の満腹中枢が刺激されるだけでなく、食事中に血糖値が上がって脳が満足できるようになるからです。もう咀嚼が満腹中枢を刺激するってのはよく知られていることですよね。またですね、よく噛んで食べると、噛むことによって満腹中枢が刺激されると少ない量で満足できるようになります。またよく噛んで食べると自然とですね、早食いがなくなり、ごちそうさまをするときに血糖値が十分に上がっていて食事に対する満足感っていうのが高くなります。逆にですね、早食いの人っていうのはあまりにも食べるのが早いので、全部食べ終わったときも血糖値が十分に上がっておらず、なんかですね、物足りないなって感じて余計なものを食べてしまいがちです。しっかり噛んでですね、時間をかけて食べることで、こうした食後の余計なカロリー摂取を防ぐことができるようになります。理想は一口30回、難しければ最初は今よりも一口5回増やすだけでも十分です。とにかくですね、噛むっていうことは誰もが無料で始められる上にダイエット効果がめちゃくちゃ高いので実践するようにしましょう。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法、第6位、7時間寝る。我慢せずに好きなものを好きなように食べて痩せたいのであれば、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。なぜなら寝不足は脳の暴走による食べ過ぎを招くからです。睡眠時間が短いと食欲を抑える前頭葉という脳の部分の働きが悪くなります。寝不足の時に冷静な判断ができなかったり、頭がボーっとしたりするのには、この前頭葉の機能低下っていうのが影響しています。またですね、睡眠時間が短いとよく知られているように、食欲に関係するホルモンのバランスが崩れて、そのことでも食欲が乱れてしまいます。なので適量で満足できるように食欲を安定させるためにも睡眠っていうのはめちゃくちゃ重要なんですね。ただですね、適正な睡眠時間っていうのは人によって違うので、一概に何時間ということは言えません。まあ、それでもですね、7時間前後の睡眠を目安にして、寝起きが悪くない、日中に眠くならない、こうした睡眠時間を見つけることが大切になります。あなたに合った睡眠時間っていうのを見つけていくようにしましょう。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法、第5位、味が濃いものを減らす。辛すぎや甘すぎなど味が濃いものはできるだけ減らすことをお勧めします。なぜなら味が濃いものばっかり食べていると味覚が鈍って体の声が聞けないようになりますし、脳が暴走して食べ過ぎを招くことにつながるからです。もう味が濃いものばかりを食べていると味覚が鈍るっていうのはなんとなくイメージできますよね。例えば毎日サラダにたっぷりドレッシングやマヨネーズをかけたりしていると、薄味のサラダは食べれなくなります。これは脳が強い刺激に慣れてしまって、うまい刺激だと満足できなくなってしまうってことが関係しているんです。そしてですね、脳が強い刺激に慣れてしまうと、味が濃いものじゃないと満足できなくなるだけでなく、量をたくさん食べないと食べた気がしなくなってしまうんですね。こうしたことからも、普段から味が濃いものっていうのはできるだけ減らしていくようにすることが大切になります。もちろん味覚が鈍るからと美味しくなくなるまで薄味にする必要はないので、今よりもですね、少しだけでもいいので薄味を意識して行動するようにしましょう。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法、第4位、炭水化物中心の食事をする。適量で満足するためにも、肉や魚といったタンパク質源ではなく、ご飯などの炭水化物を中心とした食事を摂るようにしましょう。なぜなら炭水化物をしっかり摂らないと血糖値が上がらないので脳は満足しませんし、炭水化物中心の食事にすると自然とカロリーが抑えられるようになるからです。まあ、簡単に言うと、炭水化物中心の食事をすると低カロリーで満足しやすくなるんですね。例えば炭水化物は太るからと野菜ばかりを食べていると、胃はパンパンに膨らむのに血糖値は上がらないから脳が満足できずに、胃と脳のミスマッチが起こって食欲が暴走してしまいます。その結果、食べ終わった後になんか甘いものが食べたいってなって、結局反動で食べ過ぎてしまうことにつながるんですね。また糖質制限をしていて肉や魚ばかりを食べていても同じような状況になり、そうした状態になるとですね、脳ってのは血糖値を上げるためにもっと糖分を取れというところで甘いもの欲を強めることになるんです。さらにですね、炭水化物を中心とした食事をしていると肉や魚が自然と少なくなる、まあ、適量になるので脂質が低くカロリーが抑えられた食事をすることになります。こうした理由からもですね、基本的に食事は炭水化物をベースとした栄養バランスがいい食事を心がけるようにしましょう。まあですね、細かいことはあんまり気にしなくていいので、毎食茶碗1杯のご飯を食べるようにしてください。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法、第3位、食べたいものを食べる。食べるものはですね、
太るか太らないかではなく、あなたが食べたいかどうかで決めるようにしましょう。なぜなら体の声を無視して押さえつけてると、逆に反動で食べたい欲が強くなって後々食べ過ぎてしまうことにつながるからです。例えばですね、外食に行った時に食べるメニューを太るか太らないかで選んでないでしょうか。本当は A セットを食べたいんだけど、 A セットはカロリーが高いからヘルシーな B セットにするといった行動です。人間の脳ってのはですね、欲求を抑え込むの抑え込むほどバネと同じようにですね、反発が強くなるという特徴を持っています。特にダイエットをしていると、本当は好きでもないのに太りそうだからと我慢している間に、その食べ物を自分は本当は好きなんだけど太らないために我慢しているんだと思い込んでしまう人が多いです。具体的な例を挙げると、菓子パンなどは典型例で、ダイエット中の人にですね、あなたが好きだけど我慢しているものって何ですかっていうふうに聞くと、菓子パンと答える人は多いんですけど、そうした人がですね、食欲をコントロールして普通に菓子パンも食べれるようになると、なぜ前はあんなに菓子パンが好きと思い込んでいたのかがわからない、このように言われるようになります。まあ簡単に言うと、本当は好きじゃないんだけど太るからと欲求を抑え込んでたせいで、それを好きと思い込んでしまったんですね。なので、こうした状況を避けるためにもですね、基本的には食べ物を選ぶときはですね、体の声に従って食べたいものを食べるようにしましょう。もちろんですね、寝不足なので脳が正常に働いていないとジャンクなものばかりを食べたくなるので、脳が正しく働くように生活を整えるってことが大前提になります。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法第2、1回の食べ過ぎでは太らないと理解する。外食や旅行などたまの食べ過ぎでは太らないっていうことをしっかりと理解しておくってことは大切になります。なぜなら、これが分かっていないと、たまの食べ過ぎで太ってしまったと落ち込んでしまい、それが次の食べ過ぎを招いてしまうことにつながるからです。もうですね、これも何回も話してるんですけど、1回の食べ過ぎやたまの外食や旅行などで太ることは基本的にはありません。もちろんですね、食べ過ぎれば一時的に体重は増加するんですけど、それは基本的には脂肪ではなくむくみや便です。仮にですね、旅行とか外食とかで食べ過ぎてカロリーオーバーしても、体っていうのはですね、賢いので自然と代謝を上げたり食欲を落としたりすることで調整してくれます。問題なのはですね、1回の食べ過ぎとかではなく食べ過ぎが続くことで、当たり前なんですけど食べ過ぎが続けば体の調整っていうのは追いつかずに太ることになります。たまに食べ過ぎてもですね、たまにはいっかと考えて切り替えれれば何も気にする必要はないんです。大切なのはですね、365日1日も欠かさず食べ過ぎないようにすることではなく、食べ過ぎが続かないようにすることなので、たまの食べ過ぎでは太らないということをしっかりと理解して、食べ過ぎても切り替えるようにしましょう。好きなものを好きなだけ食べても太らない方法第1、お腹具合で食べる。好きなように食べてもですね、自然と太らないようにするためには、お腹が空いたら食べて、お腹が空いてないときは食べない、腹八分目止めるなど、お腹具合で食べるっていうことが重要になります。なぜなら、体には太らないように食欲が調整される仕組みっていうのが備わっているからです。例えばですね、食べ過ぎた後っていうのは体の中にカロリーが余っているので、基本的にはお腹が空きにくくなります。これを無視して、お腹はそんな空いてないんだけど時間だから用意されてるからと食べてしまうと、当たり前なんですけどカロリーオーバーになって太ることになるんです。他にもですね、食べてる途中でもうだいぶ満足できてるんだけど残ってるからもったいないと考えて、お腹がパンパンになるまで食べるのも太ります。もちろんですね、寝不足などで脳が暴走していたり、普段からカロリーがない野菜ばっかりをたくさん食べて胃をパンパンまで膨らませたりしていると、胃の感覚が鈍くなってしまっているので、お腹具合で食べるのは難しいです。ただ基本的にはですね、食事にしても間食にしても、食べる前にお腹って本当に空いてるかな、食べている途中でももうこれ以上食べなくては満足できてるんじゃないかな、このような感じでお腹具合に合わせて食べることが大切になります。実践していると分かると思いますが、意外とですね、いつも必要ないのに食べているってことに気づくはずです。どうでしたか？好きなものを好きなだけ食べても太らないっていうと、そんなことはないと思ったかもしれませんが、話を聞いてみると何かできそうな気がしませんか？このですね、好きなものを好きなだけ食べても太らないっていうのは、特別な人だけができることではなく、誰もが目指せる状態です。もし今ですね、いつもカロリーを気にしながら食べている、太らないように我慢しながら食べているという状況であれば、今回の動画を参考に好きなものを好きなだけ食べても太らない体を目指していくようにしましょう。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して一生懸命頑張りますので、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。